行ってました。警察は事前に察知していたわけですね。していました。手打ちはその中で強行されたわけです。しかし暴力団はですね、やはりその警察の目を警戒しビクビクしながら指揮を行ったと思います。こうした暴力団の手打ち式に、まあ、映像がですね入るということは極めて珍しいことなんでしょう。事前の情報をつかみましてこの中に入ったのは私どもだけです。今恋の腹合わせの儀というのが、ね、行われておりますが、これはどういう意味なんですか。杯の前に、まあ、これは恋を背中合わせにして、まあ、その腹を合わせることによって向かい合わせることによって、まあ、これまで旅していた2人が腹を合わせ合おうということですね。どっこいしょ、うわっ、腹と腹がしっかり合いました。双方には今までのことはさらりと水に流されました。今日ただいまより末永く仲良くして共に共同に邁進されますように。ではその杯、五分手打ちの杯でございます。この五分手打ちの杯というのはこれまたどういう意味なんでしょうね。構想が始まる前の状態に戻すということです。つまり五分五分に戻すということですか。そうです、今回の構想は同人会が福岡進出を狙って仕掛けてきたものなんですが、これにはその伊豆検事組長ですね、彼がその仲介に入った暴力団の顔を立てるといったような政治的配慮も働きまして、前の状態に全く同じような状態に戻すということです。こうした暴力団同士の手打ち式をですね、取材されましてどういう印象を持たれました。そうですね、暴力団同士の間では、手打ち式によって、これから先の発砲事件はないのかもしれませんが、やはり警察としてはこれからも一つ一つの事件を解決していくだろうし、我々市民としてもですね、せっかく盛り上がった暴力団追放運動の機運をですね、これからも緩めることなく、やはり壊滅に向けてですね、努力するべきだと思います。梶原さんどうですか。そうですね、今回の構想は非常に市民が巻き込まれるといった危険をさらしたと思います。そして警察とですね、市民の一体となった防追運動の重要性を教えたと思います。